こんにちは、芸能ダイヤです。ナンバーファイが5月27日にグループ初となるミニアルバムナンバリングをリリースし話題となっています。ナンバーの略であるナンバーにリングはを意味するおには数字の0の意味もあり、フルアルバムではない0枚目、ここを出発点としてファンとの絆を深めていくという思いが込められているようです。枯山水をモチーフにした CD ジャケット、リード曲のボンなどもそうですが、今作からは徹底的に日本へのこだわりが見られます。以前から海外での活動も目標としてきたナンバーアイですが、ただ世界に行くのではなく日本を背負って世界に行くことが大事なのかもしれませんね。本作品のリード曲であるボンについてプロデュースした平野さんによれば、盆栽を自分たちに見立て育っていく過程やファンとの関わりを歌った曲だといいます。歌詞の風林火山や鎌倉小林やああ夕焼け盆踊り、踊る1億人での夜な抜き音階のメロディなど、随所に和の要素が散りばめられているのが特徴です。3人の個性あふれるボーカルと展開の激しさに、ジャンルや既成概念にとらわれない斬新な作品を生み出したいという意欲が感じられますね。また本作品ではメンバーがそれぞれ担当を分けて楽曲制作に携わっており、 OK コンプレックスと No Yes バナナ Take It Lazy の3曲は岸さんによるプロデュース曲、日本語でよく使われる劣等感の他に複雑という意味があるコンプレックス、歌詞では見せたいようで隠し通してるとあるように、相手から見えている自分と本来の自分との葛藤のような複雑な感情が歌われているように思います。3人の低音ボイスとジャージークラブのリズムが自然と気分を高めてくれる一曲となっています。そんなナンバーアイは1日放送の日本テレビ系 With Music に出演し、4月に出演した音楽フェスコーチェラフェスティバルを振り返っていました。米カリフォルニア州インディオで開かれた世界最大級の野外音楽フェス、3人は88 Rising Futures のステージに出演しました。世界進出を目標に掲げてのグループ結成だっただけに、それが叶ったステージとなりました。舞台裏はバタバタだったという平野さんは、出番前もバタバタしてて、気づいたら自分たちの曲が始まってて、気づいたら背中を押されながら出るみたいな、もう出番みたいなと慌ててステージに飛び出していくような様子だったといいます。リハーサルもなし、ぶっつけ本番みたいな、サウンドチェックもしてないですと、準備もままならないままの本番だったようですが、とりあえず出ました。始まっちゃってるんで出なきゃいけなかったんですよ、僕らももう始まってるんですと当時の緊迫感を振り返っていました。1月に配信限定シングルゴートでデビューしたナンバーアイ、この5ヶ月を振り返って自己評価を聞かれると、岸さんは僕でも120、平野さんは僕でも50くらいですねと回答。一方で神宮寺勇太さんは10%くらいじゃないですかと答え、2人から点数じゃないパーセントとツッコミを受けていました。岸さんはシンプルに健康的にできたという根本じゃないですかと高い評価の理由を説明。神宮寺さんは5ヶ月で120点つけたらどうしよう、この先ってなっちゃうじゃないですか、伸びしろというかもっとやっていくという意味の10点にしましたと話しており、これからの飛躍を感じさせるコメントを残していました。そんなナンバーアイは国内最大級の都市型フェスとして人気を誇るサマーソニック2024への出演が決まりました。第7弾追加アーティストとして発表されたもので、8月17日に東京会場、翌18日に大阪会場のステージに立つことになりました。4月にはコーチェラの特別ステージ88 Rising Futures に電撃出演して話題となったため、日本のサマソニへの出演も噂されていた矢先、それが現実となったわけですが、必ずしも歓迎する声ばかりではないとスポーツ紙芸能記者が明かしています。2000年に初開催されたサマソニは当初洋楽ロック色が濃く、03年には90年代の A ロックシーンを代表するブラーとレディオヘッドを迎え、05年には A ハードロックバンドの重鎮
ディープパープルが超特別ゲストとして出演するなど、日本のロックファンも感涙でした。ただ近年は旧ジャニーズ系や K-POP アイドルグループの出演が増えるなど、ジャンルが混在しています。ネットにはサマソニってアイドルフェス、アイドルのファンは来るななどという批判的な投稿も目立ちますねと語っています。そんな声をよそに、業界関係者はナンバーアイが5月27日にリリースしたミニアルバムナンバリング収録の新曲スクエアワンに着目していると言います。その作詞作曲編曲を担当したラッパーのパンピーさんがナンバーアイと同じ日にサマソニ東京会場に出演するという偶然が重なったからです。元 AKB48 秋元才加さんの夫として知られており、ネットではパンピーさんもサマソニに出演されますね。要チェックです。パンピーさんがナンバーアイと同じ日にいるじゃん、サマソニでやってくれたりするかなと、パンピーによるスクエアワンの歌唱を期待する声も含めて大いに盛り上がっているようです。グループ初の国内フェスに出場することも決まり、さらに人気が高まっているナンバーアイですが、一方で新曲ボンのミュージックビデオに登場するロケ地の PR をめぐり思わぬ行き違いが起きていたようです。5月27日に公開された新曲ミュージックビデオは、終盤に昭和の団地をイメージした場所で3人が紙芝居をする場面が流れます。船橋市によると、この場面は市が所有する国家公務員宿舎船橋行田住宅跡地で4月8日に撮影されたそうです。市がミュージックビデオ公開翌日の5月28日に公式 X で、皆さんもぜひご注目してご覧くださいと PR したところ、これまでに約70万回表示され、ファンからは行政さんまで教えてくださりありがとうございますといったお礼の声が相次いでいました。中には船橋に行かなくては今度行ってみますといった反応もあり、市にはロケ地の具体的な場所を問い合わせる電話が数件あったといいます。ところがかつての団地は25年5月末までに解体され、跡地には市消防局などの庁舎が新設される予定になっているそうです。現在は立ち入り禁止となっているのですが、市の投稿にはその点が触れられていませんでした。そこで市は PR した翌日に急遽撮影場所となった船橋行田住宅跡地は立ち入りが禁止されており、ロケ地巡りや見学はできませんと注意喚起する事態になったようです。市商工振興課の担当者は、ロケ地に足を運ぶ熱烈なファンの方も多いと聞いており、お見せできないのは大変残念、今後は立ち入りできるロケ地の撮影依頼がいただけるよう取り組んでいきたいと話しており、ロケ地巡りができると思っていたファンと行政に思い違いがあったようです。また5月29日放送の FNS 鬼レンチャン歌謡祭でも、お笑いコンビ千鳥のぶさんがワイプに抜かれながらコメントした一言がファンの中で波紋を呼んでいるようです。豪華アーティストからモノマネ芸人までが見事なパフォーマンスを披露した今回の生放送、トップバッターはトラビスジャパンの松松コンビこと松田元太さんと松倉海斗さんが、いきなり高音から始まるミセスグリーンアップルのケセラセラを熱唱。その様子を見ていたノブさんがワイプで抜かれると、何その金髪平野翔みたいにしてるやんなどとコメント。松松コンビの歌声がメインでオンエアされていたものの、ノブさんの声もはっきりと聞こえたのでした。するとたちまちネット上には盛大にツッコミの声が広がったのです。松田元太に向かって、平野翔みたいって言ったらダメよ、それ絶対言っちゃダメなやつ、これ言われたらどっちのファンもモヤモヤすると思うなど、ほとんどが問題視する声だったのです。ただこの心理こそ忖度でしょう、ノブも分かっていて言ったのではないでしょうかと女性誌記者は語っており、番組全体としては本家の FNS 歌謡祭より楽しめました、いつもの FNS より感動したなど好感触な声が目立っていた FNS 鬼レンチャン歌謡祭、あまりにも人気が高い平野さんなだけに、今でも忖度の声が上がり続けているのかもしれませんね。これからのナンバーアイの動向に注目です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントをいただけたら大変嬉しく思います。それではごきげんよう。